どうもチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一万です本日もこのコーナーでは今日朗読していく作品を紹介していきたいと思いますこの動画は朗読動画となっております音声コンテンツとして利用されたい方は画面を見ずともお楽しみいただけますまたすぐに本編をご覧になりたい方は概要欄からスキップできますのでそちらをご利用くださいさて本日朗読していくのは夢の旧作「復讐」です えー、夢の旧作はですね1889年生まれ1936年没の日本の小説家です、えー、夢の旧作もかなり作風の幅が広い作家さんでして探偵小説ももちろん書きますしホラーテイストの作風ですとかあとはあの子供向けの童話のような小説も書かれたりしているんですね、まあ、その中でもですね、えー、夢の旧作の代表作の一つに 日本探偵小説三大記書というものに、えー、挙げられている「ドグラマグラ」という作品があるんですけれどもこれもやはりホラーテイストで書かれている作品なんですねそして、えー、今回お送りする復習もこのホラーテイストというか怪奇幻想小説というんですかね、えー、そのような形で、えー、お送りしております夢の旧作の真骨頂といいますか楽しんでいただければと思いますそれでは改めまして 本日朗読していくのは夢の旧作復讐ですそれでは本編をどうぞ夢の旧作復讐 昭和2年の2月中旬のこと S 岡の絶頂の岩山が23日灰色の雲に覆われているうちに麓の村々へ白いものがちらちらし始めたと思うと近年珍しい大雪になったその麓の S 岡村から56を離れた山裾にこの界わいでの物持ちと言われている 藤沢病院が建っていた。田舎には珍しい北欧型のスレート屋根を古風な破風造りの母屋のいらかと交錯さして日が暮れてもはっきりとした輪郭を雪の中に描き表していたがやがてその玄関の左右から明るいのと暗いのと二色の伝統が輝き出した向かって右側の明るい窓は このの病院の薬局で、二段重ねの薬戸棚に囲まれた中央の調合台の前にはこの家の養女として育ってきた品オが白い看護婦服を着てきちんと腰をかけていた彼女の前のセピア色の平面には今日出された処方箋や薬品の注文の写しや新薬のビラの閉じ込みやカード式の診断簿等というものが 色々の文房具薬品などと一緒にいっぱいに取り散らしてあった彼女の肌は厚化粧をしているように白かったその頬と唇は紅を刺したかのように赤くそのまつげと眉は植えたもののように濃く長かった髪の毛も同様に か,つらかと思われるくらいに豊かに青々としているのを目尻がつり上がるほど引きつめて長い襟足の付け根のところに大きく無造作に渦巻かせていたそしてしなやかな体を机に持たせかけながら切れ目の長い一重まぶたを伏せて黒ずんだ瞳を隙間もなく書類の上に走らせるのであったがその表情はある時は 十二三の小娘のように無邪気にまたある瞬間は二十四五の年間女のようにませて見えたまたある時は西洋の名画にある聖母のように気高くかと思うとその次の刹那には芝居の独譜のように妖艶にも彼女は本当に忙しいのであった近いうちに 彼女と指揮を上げるはずになっている藤沢家の養子で前院長の甥いにあたる健作という医学士は昨年の暮れに養父の元養子が急性肺炎で死亡すると間もなく大学の研究を中止して帰ってきたのであったがなかなかの元気者で盛んに広告をして患者を増やす上に何から何まで大学式の几帳面なやり方をするのでその忙しさと言ったらなかった。 そのうちでも薬局と会計の仕事だけは他人に任せない家風だったので前の院長の時から引き続いて品尾がたった一人で引き受けているのであったが田舎の女学校での彼女にとってはドイツ語の処方箋を読み分けることからして容易ならぬ骨折りでむしろ超人間的の仕事といってもいいくらいであったしかしそのうちに彼女は と仕事を終わった。新薬の広告ビラを板の上に閉じつけて会計簿の上にきちんと置くとほっとため息をしながら目を上げて正面の薬戸棚の間にかかっている大きなボンボン時計を見たその瞬間に時計は彼女のこの上もない親切な伴侶でもあるかのように11時の第1点を打ち出した。 その音が鳴り終わるまで彼女は机の上にあらわな両腕を投げ出してうっとりと目を据えていた唇を少し開いたままそして時計の音が一つ一つ部屋の中に渦巻いてまた元の心中の振り子の影に消え込んでしまうと彼女は頭を使い切ってしまった人のように両手を顔に当てて たた。りとなっってしまったけれどもそれはほんの1分か2分の間であったどこか隔たった部屋で話しているらしい男の声が廊下に面したドアの間からぼそぼそと染み込んでくるうちに「しなお」「復讐」という2つの言葉が 偶然のように相前後してはっきりと響いてくると彼女はパッと顔を上げた操り人形のように真正面を見据えて何とも言えない怯えた表情をしながら全身をひっそりとこわばらせたようであったがやがて大急ぎで足元の反射ストーブを消して頭の上に揺らめく百色光のスイッチを注意深くひねると真っ暗になった薬戸棚の間を 音もなく廊下に滑り出た。やはり真っ暗な玄関を隔てた向こう側にある患者控え室のドアに近づいてそっと鍵穴に目を当てた患者控え室は10錠ばかりのリノリウム張りであったその真ん中には薄暗い10色の電灯がぶら下がっていたがその下に据えられた大火鉢に近く 二人の男が長いすを引き寄せて差し向かいになりながらた火をしているのであったドアに背を向けているのは若い院長の検索でノリの効いた診察服の前をはだけて質素な黒らしゃのチョッキとズボンを表している背丈はあまり高くないがその胸高に組んだたくましい腕や怒った肩や もし,ゃもし,ゃした頭や健康そのもののような赤光りする顔つきはまだ純然たる女性タイプで院長らしい気取った態度は微塵もないうっかりすると柔道かボートの現役選手に見られそうな風采であるこれに反して向かい合った男は青黒く太った背の高い堂々たる風采のいがぐり頭であった 40代に見える鼻筋の通った貴族的な顔にロイド式の大きな黒眼鏡をかけて上等のラクダのシャツを2枚重ねた上から青島の八端のどらを着ているが首の周りにくっきりと白く殻の跡が残っているのがなんとなく粋に見えるもう久しく正月の初め頃からこの病院の特等室に寝起きしている黒木茂という患者で。 元来欧州航路のカーゴボートのチーフメイトであったのが敗戦を患った挙句この病院の新聞広告を見て西洋しに来たものだそうである東京育ちと名乗るだけに金遣いがきれいなばかりでなく物腰が上品で見聞が広いためにいつとなく若い院長と懇疑になって無二の話し相手にされているのであった二人の間に プープーと湯気を吹いているアルミの大夜間や外の雪をちらちらと溶かしながら一面にくをしたたらしているガラス窓は2人が長い間話し込んでいることを証明していたしかもその話の興味はかなりに好調しているらしく検索は長いすに背を持たせて冷然と腕を組んだまままた黒木はその黒眼鏡をかけた魚のような無表情な顔を 火鉢の上に差し出したまま双方にらみ合いの姿で緊張した沈黙に陥っているのであったがやがて黒木が固く結んでいた唇を開くと相手の顔を見つめたまま長いため息を一つしたそうしてぽっつりと独り言のように「復讐」。 と言った。すると検索はその言葉を待ちかねていたかのように大きく一つうなずいたが間もなく何かしらパッと赤面しながらびくしょうを浮かべた「そうなんですしなおは親の敵を打ちたいから今しばらく結婚を延期してくれ」というのですあんまりバカバカしい言い草なので実は僕も面食らっているのですがね <laughs> 黒木はしかし笑わなかったなおも検索の顔を凝視しながらちゅうちょシーシーうたへえしかしそれには何か深いわけがおわりになるでしょうええそれはあるといえばあるようなものですあなたのように世間を広く渡っておられる方に その訳というのを聞いていただいたら何か適当なご意見が聞かれはしまいかと思って実はお話しするんですがね他に相談相手もないしするもんですからへえ私でよろしければですがしかしそんな立ち入ったことをたまいませんとも誰も聞いているものはありませんから他でもありません今もお話しする通り と僕のことは死んだ父の源洋がもうずっと前から取り決めていましたので親類連中とも話し合って去年の暮れに式を挙げるばかりになっていたのですが父の病気でつい伸び伸びになってしまったんですそれで父が亡くなりますと正月の11日でしたが皆の家の法事の時に親類たちと相談をしまして 四十九日の法事が済んだら間もなく式を挙げることに決定したのですがそれをなおが聞きますと意外にも頑強な反対論を持ち出しましてね今までは別に依存もないらしかったのですがへえ妙ですなそれはええー、妙なんですつまり 父の百花日,日が来るまで遠慮したいというのでそのうちには品尾の ZIPP の21回忌も来るしすることだからそんな法事をすっかり済ましてからゆっくりと式を挙げたいというのですなるほどそれならご無理もないかもしれませんねうぶなお嬢さんはなんとなく結婚を怖がられるものですから検索は ままたた。も耳の付け根まで赤くなったええそれは僕も知っていますしかしそういう品なの態度が恐ろしく真剣なので僕は少し気にかかりましてねなんとなくとんちんんな感じがしましたからその時こう言ってやったのですそれは一応最もない意見だがしかしもう親類と相談をして決めてしまったことだから 今さら変更するのは面白くないだろうとなるほどこれもごもっともですねそういいますと今度は品尾のやつがメソメソ泣きだしてうんともすんとも返事をしなくなったんですええー、なるほど様子が変ですから僕はいよいよ気になりましてね なぜ泣くのかといって無理やりに根掘り葉掘り尋ねますとやっとのことで白状したのですつまり私は20年前に殺された私の実のお父さんの仇を討たなければ結婚をしない決心だというのでいやもうとんちんかんにも時代錯誤にもお話にならない奇抜な返答なのですが本人はそれでもすこぶるつきの大真面目らしいので。 僕はすっかり面食らってしまいましたええー、それは驚きになったでしょういやもうお話をするのもバカバカしいくらいですかねですから僕も初めは何かしら言いにくいわけがあるのを隠すためにそんなむちゃを言うのじゃないかしらんとも思ってみたんですが品尾の真剣な態度を見るとどうもそうじゃないらしいんです。 というのは元来品尾は僕と違って文学屋で女のくせに探偵小説だの宗教関係の書物だのをむやみやたらに読みたがるのです「ロシア人が書いた」とかいう黒い表紙の翻訳小説を取り寄せて夜通しがかりで読んだりするくらいでですからそんなものの影響を受けているのでしょうごく平凡なつまらないことまでも 恐ろしく深刻に考えすぎる癖があるのです。それでこんなことを空想したんじゃないかと気がついたのですがね。ははあ、はあ、なるほど。それはそうかもしれませんな。しかしそれにしても妙ですな。なおさんのお父さんは20年も前にお亡くなりになったので。 顔もよくごなないはずなのに、どうしてそのお父さんの敵の顔を見分けられるのでしょうそれがまた奇抜なんです品尾はその父親を殺した犯人が生きてさえおれば一生に一度はきっとこの村に帰ってくるに違いないというのですなぜかというとある犯罪者が 自分の犯した罪悪の遺跡をそれとなく見て回ったりそれに関する人の噂を聞いたりするとととてももたまらないい愉快を感じるののだというのですつまり自分の罪を人知れず自白してみたい一種の真理と犯罪者特有の冒険欲とかが一緒になってくるので。 とても正しい人間の想像も及ばない素晴らしい魅力を持っているものだそうでつまりその犯した罪が大きければ大きいほどそして犯人自身が知識階級であればあるほどその魅力も何層倍の深さに感じられるものだというのですだから私のお父様を殺した犯人は ついこのごろまでもそうした大きいみりょくにひかされてこのむらにかえってみたくてたまらないでいたにちがいないがここにたったひとりそのはんにんのかおやとくちょうをよくしっておられるうちのお父さまがいきのこっておられたそれでうっかりこのむらにあしをいれることができずにいたのだがそのお父さまがおなくなりになったこんにちでは もう怖いものは一人もいないのだからその犯人はすっかり安心しているに違いないそうして近いうちにこの村にやってくるに違いないいやことによるともうそこいらに来ていて私の姿をじろじろ眺めているかもしれないというのでまるで夢見たいようなことを主張するのですしかも 真剣に熱心に傾聴していた黒木はいま一度長いため息をしたやはり相手の顔を見つめたままなるほど婦人の想像力ぐらい恐ろしいものはありませんからね真実以上の真実ですから全くですしかし その時はちょうど僕も品尾も新規に引き受けた病院の仕事だの遺産の整理だの法事だのというものがごちゃごちゃと重なり合っていてとても結婚どころの沙汰じゃなかったもんですからそんなことを深く詮索する暇もないままにほったらかしておいたものですがそうそうそれから品尾はこんなことも付け加えて話しましたよ何でもそれから23日目の夕食の時でしたが 顔を赤くしながら、私はこの間お父様の二七日の晩に私の身の上とそっくりのコルシカ人の娘の話を読んで心から感心してしまったその娘は父親を殺したに違いないと思っている男から婚約を申し込まれると大喜びですぐに承諾をして ほかからの申し込みを全部断ってしまったそうして「結婚式の晩にその男を絞め殺す」という筋であったがその中にはそうした自分の罪の遺跡に引きつけられつつ犯罪を二重に楽しんでいこうとする犯人の気持ちとその犯人のそうした執念深い欲望をきれいに断ち切ってしまうかどうかしなければ。 どうしても気が済まない気一本の娘の心理とがたまらないほど深刻に描き表してあったというのです何でも品尾はその小説を読んでからそんな気になったのじゃないかと思うんですが「はあはあ」と黒木はいよいよ感動したらしく片手で鼻の下をなで下ろした フランスかイタリーものらしい小説ですなけれども万に一つその通りになったらお嬢さんはとても素晴らしい直感力を持っておられるわけですね原作も苦笑しながらつるりと顔をなで回した「どうも赤面のイタリですあんまり非常識な話なので」いや しかし驚き入りましたなあ実は私も品尾さんのお父さんに関する村の人のうわさを23聞いているにはいたのですが大部分誇張だろうと思いましたしもしかすると岡谷記念の抽象かもしれないと思いましたから今の今までちっとも信じていなかったのですがいや 村の者のうわさは大部分事実なのです品尾は確かに氏素性のはっきりしないものの娘でしかも変死者の忘れがたみにそういないのですつまりその犯人が捕まらないために何もかもがうやむやに葬られた形になっているのでははあしてみるといわゆる迷宮事件ですなあ そうなんです。品尾の父親が殺された事件は鉄頭鉄尾迷宮でおしまいになっているのです何しろ20年も昔のことですから警察の仕事もいい加減なものだったでしょうしおまけにこんな片い中の高い山の上で行われた犯罪ですから確かな証拠なぞは一つもつかまれなかったらしいのですなるほどしかし 物的の証拠はなくとも、心的の証拠は何かあったわけですね。犯人が火葬されていたくらいですから。それはそうです。その当時は、確かにそれに相違ないという犯人の目星がついていたのですが、今となっては、その犯人が捕まらないために、事件全体が、ごり夢中の未解決のままになっているのです。ですから、 そんなところからいろいろなうわさも起こってくるでしょうししなおもまたそんなことを探偵小説的に考えすぎた結果とんでもない空想を抱くようになったのじゃないかと想像しているんですがねあなたのご意見はどうだか知りませんがそうですねそれはそうかもしれませんがしかし何しろ私もそんなうわさ話があるということを 看護婦を通じて聞いただけですから、しっかりした考えは申し上げかねるのですがなるほどそれじゃあその事件のあらましだけを今からかいつまんでお話ししてみましょうかその時に立ち会った父の話ですから村の噂などよりはずっと正確なわけですが聞いてくれますかあなたはええー それは是非伺いたいものですがしかしご承知のとおり私は少し興奮するとすぐに眠れなくなるたちなのでそれに時間も遅いようですしいやまだ10時くらいでしょう眠れなくなったらあとで三薬か何かあげますからそれを飲んだらいいでしょう もう本当は退院されてもいいくらいに回復しておられるのですから一晩くらい夜更かしをされても大丈夫ですよ僕が受け合いますあははは、<laughs> いや三役なら二三日前に頂戴したのがまだ残っていますがそして適当な判断を下してくれませんか品オが外国の探偵小説にかぶれてそんなことを言い出したものか それとも他に何か訳があってのことかどうかというようなことをハハハハどうもそう請求におっしゃっちゃ困りますがね夫人の心理というものは要するに男にはわからないものだそうですから全くです全然不可解なんですハハハ いや、私も無論ご同様だろうとは思いますがそれじゃとにかくその事件の成り行きというものを伺った上で一つ考えさしていただきますかねどうか願いますこうなんです品男の父親というのは今から30年ほど前に父の玄洋がこの村の獣医として東京から連れてきた 実松源次郎という男で死んだ時が四十いくつとかいうことでした。生まれは東北のシーケンでティーズカ村という大村の実松家という富豪の跡取り息子だったそうですが、どうしたわけか故郷に親類が一人もいなくなったので、電池電波たをすっかり金に変えて上京したものだそうです。そして。 獣医学校に席を置いて勉強しているうちに同じ下宿にいた関係から私の父の元妖と懇意になったのだそうであはあちょっとお話の途中ですがその故郷の親類が一人もいなくなったわけというのは今でもやはりお分かりになっていないのですねそうですなぜだかわからないままになっているのです しかし、かたった一人その源次郎氏の甥いというのが残っていたそうです確かに源次郎氏の姉の子供だと聞きましたがそれが実松藤九郎といってこの事件の犯人と目指されている223 22の青年なんですもっとも今は40以上の年配になっているわけでちょうどあなたくらいの年格好だろうと思われるのですがほほう どんな夫妻の男かお聞きになりましたかすらりとした色の白い女のような美青年だったそうです何でもずっと以前から叔父の源次郎氏に学費を貢いでもらって東京で勉強していたけれども不良少年の誘惑がうるさいからこっちへ逃げてきたという話でそしてこの病院の加勢をしながら 開業免状を取るというので村ずれの叔父の家から毎日通っていたそうですが頭のすてきにいい何につけても器用な男で人柄もごくおとなしい方だったので父の元洋がほれ込んでしまって「うちの養子にしようかなど」と母に相談したこともあるくらいだったそうです「母、はあ、元洋先生は」 よほど開けたたお方だったのですな。そうですね父はどっちかといえば人を信じやすいたちだったのでしょう信尾のジップの源次郎を失うことなども獣医には惜しい立派な人物だと言って褒めちぎっていたようですがよく聞いてみるとそれほどの人物でもなかったようでこんな村の獣医相当の人間だったのでしょう一見して変わり者に見える りの不愛想者だのそうったで、友達なども父の玄用以外に一人もなかったそうです趣味といってはただ十両だけだったそうですがこれはよほど名人だったらしく10年ばかりいる間に S 岡界隈の山の案内はところの漁師よりももっと詳しく知り尽くしていたということで気が向くと夜夜中でもさっさと支度して鉄砲を担いで出ていくので 明くる朝になってうちのものが気が付くことが多いそうして帰ってくるといつもこの上なしの上機嫌でその獲物を魚に一杯やりながらめちゃめちゃに細君を熱愛するのがまた近所合壁の評判になっていたそうですがね <laughs> しかしさもない時には気が向かない限りどこから迎えに来ても断って 酒ばかり飲んで寝転んでいるといった調子で金なども銀行や郵便局には預けずに残らず現金にしてどこかにしまっておくどこに隠しているかはサイ君にも話さないという変わり方だったそうですただそのサイ君というのがそれ者上がりの挨拶上手で亭主の引き回しが良かったためにやっと人気をつないでいたということですがなるほど。 とにかく愛はしていはてたわけですですす。な。そうところがそのおいの藤九郎という青年が実松家に入り込むようになるとその夫婦仲がどうも面白くなくなったそうですこれは品男が生まれる前から長いこと雇われていたお磯というばあさんの話ですがなぜかわからないけれども 源次郎氏の藤九郎に対する愛情というものは我が子以上だったそうで藤九郎に対する当たりが悪いといってはいつも品尾の母を叱ったものだそうですおう、っしのんたですかかな。そうだったかもしれませんとにかく今までにない夫婦げんかがそんなことで時々起こるようになったそうですがそのうちに ちょうど今から20年前のこと品尾の母親が品尾を産み落としたまま三熟熱で死ぬと間もなくおいの藤九郎がまた何の理由もなしに叔父の源次郎氏と私の父へ宛ててアメリカへ行くという置き手紙をしたまま行方不明になってしまったものだそうですははあ、なるほどところでそのおいは 本当にアメリカへ行ったのでしょうか。さあ、それが疑問の中心なので、その筋では、これがトークローのおじ殺しの前提だと睨んでいたそうですが。なるほど。最も至極な疑問ですな。とにかく、事件はその甥が家出してから、三ヶ月ばかり経った後に、明治四十一年の、 3月の中旬でしたかに起こったものだそうで源次郎氏は崔君に死に別れた上にかわいがっていたおいにまで見捨てられて赤ん坊の品男とお磯ばあさんの3人きりになったので多少焼け気味もあったのでしょうそれからのちしばらくの間摂政は無論のこと本職の獣医の方もほったらかしにして毎日のように 警視の遊郭に入り浸ったものだそうでおいそばあさんや父の元葉が泣いていさめてもがんとして聞き入れなかったということですいかにもそんな性格の人は気の狭いものですからね他にしようがなかったのでしょう <laughs> ところがですところがその3月の何日とかは ちょうど今日のような大雪が降ったあげくだったそうですがその夕方のこと真っ赤に酔っ払った源次郎氏が雪だらけの姿で久しぶりに自分の家に帰ってくると茶漬けを23杯かき込んだままお磯が敷いた寝床に潜り込んでグーグーと眠ってしまったそうです話も何もにせずにですか。寝るが寝るまで一言も口をきかなかったそうです ここれはいつものことだったそうでですからお磯ばあさんも別に怪しまなかったばかりでなく久しぶりに枕を高くして品緒と添い寝をしたのだそうですがあくる朝目を覚ましてみると源次郎氏の姿が見えない布団はもぬけの殻になっているし台所の戸口がいっぱいに開け放されて月明かりがさしているのでどこに行ったのか知らんと家の内外を見回ったが 出て行っあとでまた雪が降ったらしく足音も何も見えなかったそれから押し入れを開けてみると自慢のレミントンの二連獣と一緒に山行きの道具が消えうせている台所をのぞいてみると冷や飯を弁当に詰めていった形跡があるというわけで初めて狩りに行ったことが分かったのだそうですへえー。 どうしてそうう。突然に狩りに狩出かけたのでしょうそれがです。それがやはり老いの藤九郎がおびき出したのだという説もあったそうですがしかし一方に源次郎氏はいつでも雪さえ見れば山に出かける習慣があったのでこの時も珍しい大雪を見かけてたまらなくなって出かけたんだろうという意見の方が有力だったそうです。 一方にはまたそうした習慣があるのをくろうも知っていたのでそこを狙って仕事をしたんだろうという説もあったそうですが何しろ本人が推しに近いくらい無口な立場だったので何一つ分からずじまいになったわけですがその前に手紙か何か来た形跡はなかったでしょうかおいのくろうから おいその記憶によあとなかったそうでさ探しまでしてみたそうですがなるほどそれからそれから先はすこぶる簡単ですあの S 岡峠の一本えのきという平らの一角にある二畳ばかりの崖から谷川に落ちて死んでいる実松氏の死体を夜が明けてから 通りかかったうさぎ酔いの学生連中が発見して村の駐在所に報告したので大騒ぎになったものだそうで死因は谷川に落ちた際に岩角で後頭部を砕いたためで他には少しも異常を認められなかったそうですこれはその死体を診察した父の話ですがねなるほどしかし 死体以外には死体以外には、ポケットの中に油紙に包んだ巻きタバコの袋とマッチと焼いたスルメが1枚入っていたそうで弁当箱の中身や水筒の酒も減っていなかったそうですそれからもう一つ胴巻きの中から2円何十銭入りのガマ口が1個出てきたそうですがそれが天にも地にも。 実松家の最後の財産だったそうで源次郎氏がどこかに隠していたはずの現金は跡形もなく消えうせていたそうですもっともこれは事件後に村外れにあった源次郎氏の自宅を土台席までひっくり返して調べた結果判明した事実だそうですがなるほどそれで殺人の動機が成立したわけですね そうなんです。もっともお金の高ははっきり分かりませんがねそれからもう一つ重要なのは死体の左手にしっかりと握っていたレミントンの2連銃の中に発射したままの三段の薬莢が2発とも残っていたことだそうですほほ詰めかえないままにですなそうです他の弾は、 玉帯にきちんと並んでいて一発も撃った形跡がないし弁当や水筒にも手がつけていないところを見ると源次郎氏はあの一本エのキの平らへ上りつくと間もなく何かに向かって2発の散段を発射したそうして後を詰めかえる間もなく谷川に転げ落ちて死んだものらしいというのですへえその辺が。 どうもおかしいようですな。おかしいんです源次郎氏は今もお話ししたとおりあの辺の案内ならとても詳しいはずですからねおまけに月夜の雪の中ですから足場は明るいに決まっているしよほどの強敵に出会って狼狽でもしなければそんな目に遭うはずはないというのですいかにもその考えは間違いなさそうですな 僕にもそう思えるのです。しかし何しろその死体の上には岩と一つきに雪がまん丸く積もっていたくらいで付近には何の足跡もないために犯人の手がかりが発見できなくて困ったそうですそうですね後から雪が降らなかったら何かしら面白いことが発見できたかもしれませんがそうです もっとも雪というのは人間の足跡から先に消え始めるものだと村の漁師が言ったとか言うので雪解けを待っていま一度現場付近を調べたそうですが源次郎氏が通る前にエオカ峠を越えた者は一人や二人じゃなかったらしいのでおまけに現場付近は死体を発見した学生連に踏み荒らされているのでたくさんの足跡が出るには出たそうですが いよいよ検討がつかなくなるばかりだったそうです。すると、つまりその捜索の結果は無効だったのですね。ええ、全然うるところなしで、慶町の新聞が盛んに警察の無能をたたいたものだそうです。しかしそのうちに、血のみごの品顔がいさおばあさんと一緒にここに引き取られてくるし。 仮埋葬になっていた実松源次郎氏の意外も正式に葬儀が行われるしで事件はひとまず落着の形になったらしいのですそうしていろんな噂が立ったり消えたりしているうちに20年の年月が流れて今日に至ったわけでいわば品尾はそうした20年前の惨劇がこの村に生み残した 唯一の記念と言ってもいい身の上なんですこう言って唾を飲み込んだ検索の眉の間にはさすがに市松の悲痛の色が流れた「なるほどそれでは村の人がいろんな噂を立てるはずですね」と黒木も憂鬱にうなずいた。 けれどもそのうちに検索はまたも興奮してきたらしく心持ち顔をわからめながら語気を強めていったしかし誰が何と言っても僕ら2人のことは父が決めていったことですから絶対に動かすことはできないわけです今さら村の者の噂だの親類の陰口だのを問題にしちゃ父の位牌に対して愛すみませんし第一 品を自身がとてもかわいそうなものになるのですあれの味方になっていた父もお磯ばあさんも死んでしまって今では全くのとりぼっちになっているんですからねごもっともですと黒木はまたも深いため息をしながらうなずいたそして気を変えるように言ったところでこれはお尋ねするまでもないことですが しなおさんの実のお父様が亡くなられた時のことをすっかり聞いておいでになるでしょうねそれは無論ですうちの親たちやおいそばあさんから飽きるほど繰り返して聞かされているでしょうしまた村の者のうわさや何かも直接間接に耳にしているはずですからおそらく誰よりも詳しく知っているでしょうとにもかくにも復讐をするというくらいですからね <laughs> いかにもしかしその復讐をされるというのはどんな手段を取られるおつもりなのでしょうさあそこまでは聞いていませんがねあんまりバカバカしい話ですからそれよりもこんなことを言い出す品尾の気持ちが第一分からなくて困っているんですですから こんな唄話をおうち明けしたわけなんですがなるほどと黒木は火鉢の灰を見つめたままうなずいたそしてしばらく何か考えているようであったがやがて静かに顔を上げると依然として遠慮がちに問うたそれからこれも余計な差し出口ですが。 品尾さんの骨積頭本は取ってご覧になりましたか。はあ、父が取っておいたのが一枚ありますが、佐根松源次郎の長女品尾とあるだけで全く身寄り頼りのない孤児です。三四年前にわざわざ四県まで人をやって調べたこともあるそうですが、ずっと前から故郷に親戚が一人もいなくなっていたのは事実で、遠く老の両親の名前も。 知っっているものがいないいるがなくらいだったそうです。しかしそれがこの事件と何か関係があるのですかいや関係があるというわけでもないのですが黒木はなぜか言葉尻を濁すと前よりも一層憂鬱な態度で腕を深く組みながら考え込んだその黒眼鏡の下の無表情な顔色を 検索はさりげなく眺めていたがやがて片膝を抱え上げながら所在なさそうに揺すぶり始めた黒木さん遠慮なさらなくともいいんですよあなたとはもう久しい間懇意に願っていますしちょうど品尾の父親の21回忌にあたる年にこんな大雪が降るのも何かの因縁だろうと思ってこんなお話をするんですからね ご臆臆のないところを打ち明けてくだすった方がかえって口説になるんですよ <laughs> こういううちに検索は全く興奮が静まったらしくのんびりした顔色になった同時にいくらか話に飽きが来たらしく仰向いて小さなあくびを出しかけたしかし黒木は依然として表情を動かさなかった なおも腕を深く組んで何事か考えまわしているらしかったがそのうちに両手でメガネをかけ直しながら軽いため息と一緒につぶやいたさあそれをお話ししていいか悪いかハハハハお話しできなければ無理に伺わなくてもいいんですがね。 元来これは僕ら2人の間に秘密にしておくべき問題なんですからしかしくどいようですがたとえ品尾がどんな身の上の女であろうとも2人を結びつけている死人の意志は絶対に動かすことができないわけですからね余心場品尾のためにこの家が滅亡するようなことがあってもそれが個人の希望なんですからその辺のご心配はご無用ですよ ただ参考のために承っておくに過ぎないのですからねハははは、<laughs> こう言っちゃ失礼かもしれませんが検索は相手を皮肉るでもなくこう言って笑うと思い切って大きなあくびを一つしたガラス窓越しにチラチラ光る綿雪を見やりながらなるほどそれでは 私の考えを申してみますが黒木はやっと決心したらしく窮屈そうにこう言いながら火鉢の横に転がっている大きな湯のみを取り上げて湯を注いだすると検索もそれに倣って長いすの上からガラスコップを取り上げた2人の間にはまたも新しい談話気分がみなぎった は夫婦と湯気を吹きながらひょうきんな調子でいったどうか願います品尾の一生の不沈に関わることですからしかし黒木はどこまでも真面目な無表情のうちにうなずいた湯のみを肩脇へ置きながらいやじゅうじゅうごもっともですそれじゃあお話できるだけしてみましょうが。 その前にもう一つお尋ねしたいことがありますので検索もコップを畳の上に置きつつ気軽にうなずいたはあ何なんりといや他でもありませんつまり品尾さんのお父さんに関する今のお話ですがねそのお父様が変死されたことについて品尾さんはやはり ご自分一個の観察を下しておいでになるでしょうね観察というのはそのお父様の返死がなぜに他殺に相違ないかというようなことですそれは相当考えているでしょう探偵小説好きですからねしかしそんなことを面と向かって尋ねたことは一度もありませんよ もう過ぎてしまったことですしそんなことを聞いてまた泣き出されでもすると面倒ですからあはあなるほどそれじゃああなたはあなたご自身だけで別の解釈を下しておられるわけですないや解釈を下すというほどでもありませんが僕だけの常識で説明をつけておるので手っ取り早く言うと父と同じ意見なのです 要するに最小限度のところ実松源次郎氏の変死を自殺もしくは過失と認むべき点はどこにもない他殺に相違ないということについては疑う余地がないと信じているのですがでは玄洋先生も初めから実松氏の老いの仕業とにらんでおられたわけですなまあそうなんです。しかし、かこれは要するに、 今お話ししたような事実を土台にしていろいろと推量をした結果最後に生まれた結論に過ぎないので元来が迷宮式の事件なのですからあなたの方からもっと有力な根拠のあるご意見が出たらその方に頭を下げようと思っているのですがいや根拠と言われると困るのですがありていに白状しますと私の意見というのは。 たった今あなたのお話を聞いているうちに私の第六感が感じた判断にすぎないのですからねほうたった今第六感と検索は目を丸くしてあごをなでた黒木は心持ち得意らしくうなずいたそうです私は長年 ののがけかをやってきたものですから、事件と直面したひと切なに受ける第六感もしくは直感とでも申しますかそんなものばかりで物事を解決していく習慣がついておりますのでこの事件謎もそんなに長いこと未解決になっている以上その手で判断するよりほかに方法がないと思うのですが。 なるほど素敵ですなええあまり素敵でもないかもしれませんがしかしそれでもそうした私一流の判断でこの事件を解釈していきますとただいまの品尾さんの復讐論などは全然無意義なものになってしまうのですあなたのご注文通りにねえ全然無意味 僕の注文通りに。検索はちょっとの間あぜんとなったそうして目をパチパチさせて面食らっていたが間もなく落ち着きを取り返すと照れ隠しらしく両膝を無造作に抱え直して揺すぶり始めたまたも思い切って赤面しながら「ははあいよいよすてきですなぜひ聞かせてくださいその第六感というのを」 黒木は赤ん坊をあやすように応用にうなずいた。むろんお話しします。しかしその前に、まず今のような第六感を受けなかった前の私の平凡な常識判断から申しますと、元来かような迷宮式の事件というものは、いろいろな考え方があるものなので、それをある一方からばかり見ているために、 判断が中心を逸れてきて、一りでに迷宮を作るようなことになるのだと思います。ことに人の噂とか当局の目とかいうものは、物事に疑いをかける癖がついているので、いろいろな出来事の一つ一つが、なんとなくその疑いの方向に誇張して考えられたり。 無理に結びつけられたりしやすいそのためにいよいよ迷宮を深くしていきがちなものだと思いますがね賛成ですねなるほどところでこう申し上げては失礼かもしれませんがあなたのお父様のこの事件に対する判断やご記憶なぞというものはどこまでも 人情的もしくは常識的になっておりますのであなたも主としてそのお父様からお聞きになったお話を骨子として判断をなすった結果同じ結論に到着されたものと思いますがそのとおりですそれでそれでそのお話を あなたから間接に受けたまわったところによって考えまわしてみますとこの事件の内容はあらかた3つの出来事に分解することができると思うのですなるほどそこまでは僕らの考えと一致しているようですそうですかそれでは説明するまでもないかもしれませんが第1話 なのいかにもその次は源次郎氏の貯金の紛失事件でいまひとつはそのおいの行方不明事件とこの3つが固まりあったのが1つの事件として判断されているのでしょう。福です。 いいよいよ慶福です。ところでこの3つの事件を組み合わせて1つの事件として観察してみますとかなり恐ろしい事件に見えますねつまりその悪人のなんとかいう青年が体温ある信尾さんのお父さんを山の上で惨殺して財産を奪って逃げたことになるので。 この事件はそうした残忍非道な性格によって行われた計画的な犯行ということになるでしょう全くそのとおりです実松源次郎氏を殺さずともその恩義を忘れただけでも藤九郎は大罪人だと父は言っておりましたところがですここでいまひとつお尋ねしますがあなたは あなたのお父様でも同じことですがこの3つの事件を別々に引き離してお考えになったことはありませんか検索は膝を抱えたまま頭を強く左右に振った「思いもかけぬ」というふうに黒木は白い歯を表して微笑した「あはあ」 終わりにならならたぶんそうだろうと思いましたそれならば試しにこの事件の3つの要素を一つ一つに分解して考えてごらんなさいそんなありふれた殺人事件なぞより数層倍恐ろしい戦慄すべき出来事となって あなた方の目に鋭じてきはしまいかと思われるのですが、数層倍恐ろしい。そうです。お分かりになりませんかわかりません。ああ、お分かりにならない。いや、ごもっともです。私の判断の根拠というものは、 今も申しますとおり極めて非常識なものですからねしかしある程度までは常識で説明できるのですいいなかえって私の考えの方が常識的ではないかと思われるのですがあ、はあそれはどういうまず この事件の犯人と目されている今のえ何、ー、と言いましたねそうそう藤九郎そのおいの行方不明とこの事件とが結びつけられているのは一応最も先般なことと考えられます。というのは源次郎氏の宰君と忠義な乳母のお磯とを除いた村の人間のうちで 源次郎氏が金を隠している場所を発見する可能性が一番強いのは誰でもないその甥の藤九郎ということになるのですからねいかにも一方に伯父子の源次郎氏は変人の常として存外用心深いところもあるので。 シナ人のように全財産を胴巻か何かに入れて夜も昼も身につけておく習慣があったかもしれないそれをまたトウクロウが推察したものとするとその金を奪うためにはぜひとも源次郎氏を殺さなければならぬことになるでしょう無論ですねそれはそこで まずその第一着手として自分に嫌疑がかからぬようにアメリカに行くと称して家出をしたそれから相当の事実が立った後に姿を変えながら狂気を携えて玄次郎氏を付け狙っているとそのうちに玄次郎氏が大雪に誘われて狩りに出かけるところを発見したので好奇至れりというわけで 村から遠く離れたあの山の上のなんとかいうところでしたねそうそう一本えのきに待ち伏せて狙撃をしたところが山の中のことですから思ったより早く相手に発見されて第一弾が命中しなかったというようなことも考えられますがとにもかくにもその雪の惨状で ものすごい打ち合いが始まったことは誰にも想像されるでしょうしかし源次郎氏の武器が2連発の散弾銃で藤九郎の獲物がピストルの5連発か何かであったとすると到底相手にはなりきれないので源次郎氏は思わず後へ下がっていくうちに足場を誤って谷川に墜落した。 そこで藤九郎はその死骸から貯金だけを奪い取って二円何がしのマ口を故意に残して立ち去ったものと想像することができるでしょう驚いた全くそのとおりです父の考えと一部一輪違いありませんそうでしょうこれが一番常識的な考え方で 前後を一貫した事実のすべてとぴったり符合するのですからね。そうです。それ以外に考えようはないと思われるのですが。そうでしょう。しかしここで、今一歩引いて別の方面から観察したらどんなものでしょうか。つまり、この事件には、 そのような犯人が全然いなかったとしたらどんなことになるでしょうかえ犯人がいないそうです。つまりその藤九郎という老いがこの事件に結びつけられているのは人々の想像にすぎないとしたらどうでしょうか実際と一致する想像は、 よく正確な推理と混同されやすいものですからね。いの藤九郎は本当に星雲の志を抱いていたのでそのまま一直線に外国へ行ってしまってこの方面には全然寄りつかなかったとしたらどうでしょうか。そんなことはありえないと言えましょうか。さあ。 それは・・・。また実松氏の貯金をなくしたのは誰でもない実松氏自身でその金は有効費か何かに消費されてしまったものとしたらどうでしょうかそんなふうには考えられぬでしょうかそういうふうに3つの出来事をバラバラにして 一つ一つに平凡な出来事として考えていく方がこの事件を計画的な殺人と考えるよりもかえって常識的で非小説的ではないでしょうかすなわち事実に近いと思われはしないでしょうかそそうするとと検索は目を光らせながら 少し朗媒したように身を乗り出したそうすると何ですか実松氏が発射した2発の三段はやはり本物の獣か何かを狙ったものなんですねいやそこなのですと黒木は反対に反り身になったさも得意そうに左右を一口飲むと悠々ゆうゆうと舌なめずりをした たもそう考えたいのですがそうばかりは考えられない別のわけがあるのです実を言うとこれから先が私の本当の直感ですがねその直感というのはと検索はますます身を乗り出した同時に黒木はいよいよ反り返っていった 手早く申しますと、実松源次郎氏は、その夜明け前の雪の中で、ある恐怖に襲われたのではないかと思われるのです。ある恐怖さよう。つまり、実際にはいない、ある恐るべき敵を雪の中に認めて、その敵と戦うべく、 2発の3弾を発射させられたものではないかと考えられるのです。そうすれば、一切の事実が何らの不自然もなしに、ちょっと待ってくださいと、検索は片手を挙げた。次第に不安げな表情に変わりながら、その恐るべき敵といわれるものの正体は何ですか例えば、 一種の精神病的な幻覚見たようなものですか黒木はきっぱりとうなずいたさようその幻影は要するに実松氏固有の脅迫観念が生んだある恐ろしいものの姿だったり違いありません鳥だか獣だかなんだかわかりませんが検索はがく然となった 何事か思い当たったらしく唾を飲み込み飲み込みしたしかし黒木は構わずに話を続けた実松氏はその幻影と戦うべくレミントンの火蓋を切られたのですしかし元より実際にいない敵なのですからいくら三段でも命中する気遣いはありません敵は ますます目の前に肉薄してきましたので実松氏は恐怖のあまり夢中になって逃げ出したそうしてお話のような気化に遭われたのではなかったかと考えられるのです <laughs> <laughs> ははあ。と検索はいよいよ不安らしくぐっと唾をのみ込んだ。 しかしその証拠はいや証拠と言われると実に当惑するのですが要するにこれは私の直感なのですからしかし実松氏がこの甥の藤九郎を愛しておられた程度が普通の人情を超越していたらしい事実や全財産を現金にして 絶対秘密の場所に隠していたところなどを見ると実松氏はどうしてもある一種の超自然的な頭脳の持ち主としか思われないのですしたがってそうした脅迫観念にとらわれやすいいやわかりましたこう言いながら 相手の話を遮り止めた検索は急に長椅子の上に居住まいをただした踏みはらけた膝の上に両肘を突っ張って二三度大きく唾を飲み込むうちにみるみる真っ青な顔になりながら「ものすごい眼で相手を睨みつけた唇をわな泣かせつつハイを絞るように声を出した」。 いやよくわかりました今まで全く気がつかずにいましたがあなたのご意見を聞いているうちに何もかも分かってしまいましたあなたは実松氏の超常識的な性格から割り出して藤九郎の無罪を主張していられるようですつまり実松氏は品オの父は元来 深刻な精神病的な素質を遺伝している変態的な性格の所有者であった。だから月の光の強い雪の真っ白い山の上で一種の幻覚錯覚に陥って自分でも予期しない自殺同様の非業の最後を遂げたものと主張しておられるのでしょう。いやちょっとお待ちください。 黒木が片手を挙げてせしかけた。検索の動きがだんだん高まってくるのを恐れるかのようにしかし検索はひるまなかった黒木と同時に片手を上げながらなおも体を乗り出したいやお待ちください待ってくださいあなたはご存じないのですそうした主張でくろうの無罪が証明できるものと思っていられるようですが そうした説明なならば僕のの方が専門なのですいいですか今お話のような事実を有名なデビーヌ式の素質遺伝の原則と照らし合わせるとかえって正反対の結論が生まれてくるのですよ美青年トークロウは表面上柔和な人間に見えながらもその底にはやはりマツチと同様の超自然的な性格を隠し持っていた。 しかも体温あるおじを執念深くつけ狙って殺すというような残忍冷酷を極めた非良心的な先天的な所有者であり得たことが科学的に証明されてくるのですよ。いいですかまた実松氏が極端な変人であると同時に血生臭い殺生を唯一の趣味としていた因縁もその血生臭い殺生行為の後で異常な性的な興奮を見せるという変態的な性格も。 その故郷の結束の絶滅している理由も、そうして現在の品オが、二十年前の殺人犯人に凝視されているという脅迫観念や、復讐をしなければやまぬというモノマニア式の空想に囚われている原因も、何もかもがこの事件の核心となっている、たった一つの事実によって説明されうる。つまり、 ティー塚村の実松家はひどい精神病の系統であったと相手の正宗たる動きにのまれて急に赤くなりまた青くなりつつ目を見張っていた黒木はこの時やっとのことでへどもど座り直した両手を上げてほとばしり出る検索の言葉を押し止めたいやお待ち お待ちくださいそそれはあなたの誤解です私はただなおさんのお父さんのことだけを申しましたのでいいなちっともかまいません公然と僕たちの結婚に反対されてもかまいません賢作は断固とした態度でこう言い切った言い知れぬ興奮に全身を震わせながら たとえどんなことがあろうとも、僕は品尾を殺さない決心ですから。品尾を見捨てる気は毛頭ないのですから。何でもはっきり言ってください。サネマツ一家はそんな恐ろしい精神病の遺伝系統のために、その故郷で絶滅してしまっている。そうしてわずかに残った一滴の血が、巡り巡って、 で現在藤沢家を滅ぼすべく流れ込もうとしているその一滴の血が品尾だといわれるのですね藤沢家のためには品尾を見殺しにした方が利益だといわれるのですねあなたは2二人は青い顔を見合わせたまま 石のようにししてしまったちょうどその時にドアの外で何か倒れたような音がしたので2人はハッとしながら同時に立ち上がったドアに近い検索が大急ぎでハンドルを引くとドアの外の黒いリノリウムの床に白い服を着た品尾が横たわっていた検索は無言のままひざまずいて脈を取った。 そうして強いて落ち着いた態度でそばに突っ立っている黒木の顔を見上げるといかにも苦苦ががしげに頭を一つ下げたすみませんが診察室の戸を開けてくれませんかその夜の3時を少し回った頃であった品尾は作りつけの人形のように 伏せていた長いまつげを静かに二、三度上下に動かすとパッチリと目を見開いたそうして黒い瞳をうつろのように見張りながらほの暗い座敷の天井板を長いこと見つめていたそれからまばたき一つせずに頭をそろそろと左右に傾けて白いずくめの寝具と溶かし流されたまま 枕の左右に乱れかかっている自分の髪の毛を見たそれから黒い風呂敷をかぶらされている枕元の電気スタンド床の間に自分が行けた水仙の花その横の床柱に白い診察着のまま寄りかかって腕を組んで眠っている検作の顔その前の霧の丸火鉢の上でほのかに湯気を吐いている鉄瓶 その影に飼い巻きをかぶったまま突っ伏している看護婦そんなものの薄暗い姿を一つ一つ見回した彼女はその表情を少しも動かさないまままた元の通りの青の毛になって静かに目を閉じていった部屋の中はまたも雪の夜の静寂に帰った心身となる鉄瓶の音は すやすやという看護婦の寝息と雨戸の外でちょろちょろと問いを伝え落ちる雪水の音ばかりになったしかし品尾は本当に眠ったのではなかったやがて目を閉じたまま唇の左右に何とも言えない冷たい微笑を浮かべたと思うとまぶたをうっすりと開きながらそろそろと起き上がった 手探りをするように体をうねうねとうねらして中心を取りかねているようであったがそのうちに両手でヤグを押さえつけるとすっくりと寝床の上に立ち上がった彼女はいつも寝まきにしている167歳時代の紅友禅の長襦袢を着せられていたその上から 紫しごきの古ぼけたのが一筋ぐるぐると巻きつけてあるきりであったがその膨らんだ自分の胸に取りすがるように両方の手のひらをしっかりと押し当てて素足のまま寝床を降りるとスラスラと畳の上を渡って芭蕉ふばりのふすまに手をかけたその時に畳に引き生えた地盤の裾が枕元に近いお盆の上の注射器に触れて からからと音を立てたてそれにつれて眠っていた検索が少しばかり大きな寝息をしたが品尾は別に見向きもせず足を止めようともしなかった芭蕉布のふすまが音もなく開くと寒い風がひとしきりスースーと流れ込んできたしかし品尾はそのあとを閉める気もないらしく 次の間の障子を今一つスーッと開くとそのまま明るい廊下へ出たその廊下の一方はガラス雨戸になっていてくろんぐろと吹き込んだ板張りにも外のお庭の雪の植え込みの上にもたった今晴れ渡ったばかりのニッケル色の空から素晴らしい満月の光がギラギラと震え落ちていたが品尾は やははりそんなな光景には目もくれなかったあたかも何者かに導かれるように半開きの瞳の前の冷たい空間を凝視しつつ一直線に長い廊下を渡り尽くしたがその行き止まりにある青ペンキ塗りのドアを開いて薬局の廊下に入ると真っ黒なリノリウムの上をやはり一直線に進んだらしく 間もなく突き当たりのドアを押す音がしたとやがて診察室の中央につるされた電球が目もくらむほど輝きだした暖かい奥座敷から急に氷点以下の寒いところに出てきたせいか品尾の血色は全くなくなっていた顔も手足もそれこそ雪のように真っ白く透き通っていたがそれが 長い髪を長々と後ろへ垂らして燃え立つような長地盤を裾もあらわに引き生えつつ青白い光線を振りあおいで目を細くした姿は乱りがましいと言おうか神々しいと形容しようか人間の目に触れてはならぬなまめかしさの極みそのものの姿であったしかし 雪に閉ざされた藤沢病院の深夜の診察室にこんな姿が立ち現れているうことは誰一人思い及び得ようはずがなかったすべては霊下何度の空気に包まれてしんかんと寝静まっていたそのような静けさの中ですっくりと立ち止まった品尾はいかにも貧しそうなうっすりした目つきで そこいいらをひとたり見回していたが間、ま、もなく部屋の隅に置いてある四方ガラス張りの戸棚に目をつけるとひたひたと歩み寄って重たいガラス戸を半分ほど開いたそこから白い片手を突っ込んで本業の瀬戸引きバットに並んでいる数十のメスをあれかこれかと選んでいたがやがてそのバットの外にたった一つ投げ出してある 大型の1本を取り上げた。それは小さい薙刀の形をした薄っぺらなもので普通の外科には必要ない死体解剖用のエンジン糖と称する一番大きいメスであったこの病院では何か他の目的に使われているらしく絵の近くには黒い錆の跡さえ見えていたが彼女は それを右手の指の中に逆手にしっかりと握り込むと後ろの青白い光線にかざしながら二三度空中に振り回してキラキラと小さないなずまをひらめかしたそれを見上げながらしなおはにっこりと子どものような無邪気な微笑を浮かべたがそのままメスを右手にささげて 左手で両袖を抱えつつ開いたままのドアの間からまたもリノリウムの廊下に滑り出た。と今度は左に折れて潜水の上から病室の方へ抜ける綿殿の薄くらがりをほのぼのと足探りにして第一の横廊下を左に折れ曲がったがやがてその行き詰まりにある特等病室の前に来た。 そして、やはり何の躊躇もなく心中のノップを引いた10色の電気に照らされた鉄のベッドの上には白い布団を頭からかぶっている人間の姿がむっくりと浮き上がっていたその上にメスを捧げたまま品尾は何かしらじっと考え込んでいるようであったが やがて上の布団を容赦なく引きのけると髪の毛をモーと空中に渦巻かせてベッドの中に倒れ込むようにメスを振り下ろしたその枕元から白い三役の包み紙が一枚ひらひらと床の上に舞い落ちた「うんお,おと 夢のような叫び声がして白いタオル寝巻きに包まれた青黒い巨大な肉体が起き上がりかけたそれはイガグリ頭の黒木しげるであったがケムクジャラの両腕を引き曲げて寝巻きの胸に染み込んだメスの柄をシナオの右腕と一緒にむずとつかんだしかしそれをどうしようというような力はもうなかった った白目をむき出して相手の顔をクワッとのぞき込んだが乱れた髪の毛の中を一目見るとそのまま両目をしっかりと閉じてシーツの上にのけぞった「うんんちくしはもうきったか」と切れ切れに叫びかけたが そのばじりにはへんてこな節がついてはやり歌の末尾のように意味をなさないまま罠なき震えつつ消えうせたと思う間もなく食いしばった歯の間から木枯らしのような音を立てて泡まじりの血を吹き出したしかし品尾は依然として手を緩めなかった 相手の腕の力が抜けてくればくるほどすぶすぶすぶと深くメスをさし込んでいったそして大波を打つ患者の白いタオルね巻きの胸にムクムクムクと散り広がっていく血の色を楽しむかのように紅友禅の長襦袢の袖を左手でだんだん高くまくり上げて白い透き通るような二の腕を力いっぱいにしなわせながら じろりじろりと前後左右を見まわしていたがやがて目の前のたくましい船がひとしきりもりもりもりと音を立てて反り返ってきたと思う間もなく底深い血生臭いため息と一緒に自然自然とぴしゃんこになっていくのを見るとしなおは白い唇をしっかりとかみしめたまま目を細くして メスを握りしめている自分の手首を凝視した大きく静かに最後の呼吸を波打たせる相手の胸に調子を合わせるかのように彼女自身の呼吸を深く深く緩やかに張り広げていったそして 相手の呼吸が全く耐えると同時に彼女自身もぴったりと呼吸を止めて彫像のように動かなくなった「品尾!」という雷のような声が廊下の方から飛び込んできたのはその時であったはっとした品尾は一瞬間に身を引いたおびただしい髪の毛をさっと後ろにはねのけて メスを握った右手を高く振り上げかけたが白い服のまま仁王立ちになっている検索の真っ青な引きゆがめられた顔を目の前に見ると急に身をそらして高らかに笑いだした「<laughs> あなた、見ていらしたの？<laughs> 素敵だったでしょう。私とうとう敵を撃ったのよしなおの手から滑り落ちたメスが床の上に垂直に突き立った同時に気が緩んだらしくぐったりとなったしなおは両方を真っ赤に染めてはにかみながら賢作の胸にしなだれかかった 血だらけの両手を白い診察服の襟に回しながら火のような目をして振りあおいだえわかったでしょうもうあなたとでもいいのよ ご視聴ありがとうございました。夢の旧作の他の作品は、このようなものを朗読しております。また、おすすめの作品はこちらです。どうぞ、合わせてご視聴ください。